天使長男神社は、長崎県伊市にある神社。式内社論社、一国一の都を経営者で、旧社格は尊社。縁起式神明朝に乗る、式内名神大社で、一国一宮の天使長男神社に否定されているが、確証は薄い。また、縁起式神明朝に乗る、名神大社と否定されている、天手長美名神社、勝者の、物延仏神社を合祀している。 天手長姫神社には、拓畑知事美名の地知姫命の地、千姫命、この花夜姫命の地、豊玉姫命の地、玉寄姫命、物の部仏神社には、共通主神が祀られているが、この両者も、式内名神大社の天主長男神社同様、本来の天手長姫神社、物の部仏神社ではないと見られている。宗方大社の宗方大菩薩御縁技によれば、 神宮皇后の参冠征伐に際し、総大臣が、お手長という旗竿に、竹内すくねが持っていた、紅白二本の旗をつけ、これを上げ下げして、敵を翻弄し、最後に息を島に建てたという。天守長男の社名はこの、お手長に由来するという。後任2年に、天手長尾神社として創建。後に、天守長男神社。大日本国一宮木には、 天使長南神社と天手長姫神社が物の部村にあり、天使長南神社を壱岐の一宮としたとある。一宮家では天音重い金の神を祭神としている。その後、現行により捨てれてしまい、所在も不明となっていた。現在の天使長南神社は、江戸時代にそれまで和宮と呼ばれていた少子を平戸藩の国学者、 立花の三期が、名神大社の天守長南神社に否定したものである。二期は、当神社の位置する、田長尾という地名から天守長南神社は、田中ぶれにあるものと推定した。そして、田中の城山竹や部の中に分け入り、神教一面、弥勒如来の石像に座を掘り出し、石祠を作って祀った。遠方五年に発見された弥勒如来像には、延久三年の名があり、 後に重要文化財に指定され2012年、現在は奈良国立博物館に保存されている。元禄元年には松浦藩主の命により社殿が作られた。なお、三木の式内社の査定は地名に基づいたものが多く、現在の研究では疑問が持たれている。天使長南神社については、足部町豊たけコに京神社があり、京は国府のことであると考えられ、 境内社に、壱国僧者もあることから、京神社が、本来の天主長南神社であり、壱国一宮であるとする説が有力となっている。合祀されている、天天長姫神社も、立花の三期の査定によるものであり、本来の天天長姫神社の所在地は不明である。物の部仏神社も、田中ブレが、物の部村に属しているからという理由で否定された、ものであり、近年の研究では、 渡良浦の国津神社が本来の物部仏神社であったとされている。なお、平安時代に存在した森部号は江戸時代の物部村や平成時代の田中部れ、渡良浦他を含む地域と否定されている。最も,もそうした経緯はともあれ、現在では当神社が壱岐国の一宮とされ、天手長姫、物の部仏の両神社の神も合詞されている。ありがとうございます。